どうもみんな元気してる、ベインダマのおげんです。キキです。はい、それと本日のスペシャルゲスト、サムライステーキのシャキーン、ギャベチとユウスケです。コラボ動画です。お願いします。真っ暗、真っ暗、何も見えないです。何も見えない。実はですね、今日怖いとこに来てます。はい、本日の企画、心霊スポットでエロ動画見たら怖いのかどうか検証。よいよ。二人、一チームに分かれて、心霊スポットでエロ動画を見ます。はい。エロが勝つのか、恐怖が勝つのか、今めちゃくちゃ怖いっす。後ろちょっとね、映るかな。あ、映るね、ほら。もうやめてよ。ビビリか。閉鎖されたトンネルですね。激心霊スポットです。トンネルの前でね。エロ動画。めっちゃ気にする、めっちゃ気にするやん。どっちが勝つかを検証していきたいと思います。それでは本日もバリバリやっていきましょう。いやー。ベニダマ。今回行った心霊スポットは旧中愛トンネルという場所です。正式名称は中愛隧道と言われており、明治23年に建設されましたが、トンネルに至るまでの険しい山道が問題点となり、1967年中愛峠の麓に新たな中愛トンネルを建設し通行止めとなる。また旧中愛トンネルでは映画やドラマにもなった西明事件が関わった場所である。西明事件というのは、西容疑者が3ヶ月間日本全国を逃亡しながら5人を殺害したという連続事件である。この事件の最初の犯行を行ったのは中愛トンネル周辺とされている。旧中愛トンネルの曰くでは肝試し後の不幸が有名であり、肝試し後の帰り道で事故や事件に巻き込まれると噂される。特に七曲がりという急カーブが続く山道での事故が多発している。その他の曰くでは、トンネル内や入り口で女性の霊が現れる、無数の狐火が並ぶ、狐の嫁入りが見られる、自殺の名所となっているが挙げられる。福岡といえば映画にもなった犬鳴きトンネルが有名だが、その犬鳴きトンネルにも怖いという人が多数いる最強心霊スポットである。結構奥深いんやね。どっちもが、どっちもが出るかな。奥見えん、奥見えん、奥見えんね。あ、向こうからが出れると思う。結構長いんかな、トンネル自体も。どっちもが、どっちもが出るかな。どっちもが出るかな。トンネル内に指を刺す謎の影、最前列で撮影していたおげんの影かと思ったが、おげんの両手はカメラとライトで塞がっており、このような体勢は不可能。他メンバーも各自ライトを照らしており、同じ場所を何度も照らしていたが、影が映るのはこの一瞬だけであり、またフェンスには影が映っていないのも不可解な点である。これは私の憶測であるが、容姿が女性っぽく見えないだろうか、もしかすると噂であったトンネルに現れる女性の霊なのだろうか。ということで、簡単に説明しますね。時間は15分、2人1チームね。なんか起こったら申告してください。あと、はい、立ったら手を挙げてください。はい。金負け。ナイスイメージと、ベンダマで。ベンダマで分かれる。分かります、ね。オッケー。じゃあ、どっちから行く？じゃんけんぽん。なんで全員出すんだ。そうだね。でも、負けた。向こうがいいんだよね。あ、すみません。オッケー。自分たちはこっちから見守っておくんで、向こうに行って撮影してきてください。はい。はい。サムライステーキ。サムライステーキです。チームです。はい。ではね、15分。15分ね。そのまま。流して。はい。もうちょっと調子が下がったら、何系がいいですか？やっぱ、ギャル系ですかね。じゃあギャル系見ましょう。出ました。これ、これ見しちゃいけんか。これダメ、これダメ。これをね、再生します。はい。今、鑑賞中です。はい。飛ばす？飛ばしましょう。もうちょっと後ろ行きます。生々しい。生々しい。二人で AV 見合うことないからね。ないですよね。あ。あ。ん？立った？立ってない。立った？立ってない、立ってない。あ、立ってない。虫がすごい。光に集まってくる。全然起きないですね、何も。うん。いい感じに、なんか、中和されてます。どっちかというと、エロの方に集中してますけどね。あー、ダメですね。美味しくないことしてますね。どうですか？うん。ハンダチ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 は入る。ハンダチは入るやん。どうしました？左耳の音が
瞬聞こえなくなったんで。マジ？はい。はい。勝ちました。ラブライブステイチームは、エロが勝ちます。いや、まだ終わってないけどね。終わってないけど。うん。何それ？タッチ！これ一本ですね。めちゃくちゃ近くまで。お？右耳が怖いよ。右耳が怖い？ハハいいよ。AV 男優の声ですね。終わりでーす。終了！声めっちゃ響く。めっちゃ響く。意外といけますね。普通にエロが勝ちました。いい感じに中和されます。はい。ということで、交代。紅玉。はい、ということで、紅玉チーム取っていきたいと思います。ここめちゃくちゃ寒い。ちょっと行ったとこ全然温度が違う。やばいな。じゃあ早速、ピピのおすすめ動画を見ていきます。紹介しです。なんかおる。なんかおる。なんかおる。何たち、何たち好き。いや、脱いでほしいな。あ、脱いでほしい。あ、嫌ですね。胸の形も綺麗ですね。もう足跡すげえ。足音が。足跡。ちょっと盛り上がりにかけるんで、ブチが出るまで飛ばします。かわいいかも。爪すごくね？長っ。めっちゃゴリゴリネイル一人やね。水とかしようね、ここちゃん。いやいや、普通に混じってますよ。足音が。はい。やば。ピピは今エロより恐怖の方が強いな。聞こえた、ここでパキッ、なかなかパキパキ言うとおります。見える、ここになかなかの気がします。手使わない早くと、まあこんだけ叩けば、手が武器やけど、この人痛い、痛いかもしれない。この人もう全く立たん。演技は長いな。あ、入れた。急に来た。寒い。もう全然ただもん。やばい。すっぽしですわ。ピストン、ピストン。いいっすね。こういうかっこいいっすね。ああ、いいっすね。あれに。お時間ですね。はい、ということで、ベニダマチームは。勝ちません。勝ちません。こっちがやっぱ気になるんですね。怖いね。怖い方が気になった、ね。足音がすげえっす。パキパキよ、もう。サムライステーキチームの方がエロが強かったの。すごい。ベニダマ。はい、ということで、チュアイトンネルから帰ってきました。行きましょう。サムライステーキチームは、ダントツでエロかったね。二立ちぐらいしちゃったもんね。二立ち、三立ち。ああね。打ち上がり。ベニダマチームは、ピッピが超怖がって。足音気になってしょうがない。もしかしたら、なんか取れちゃったら面白いかもね。ベニダマチームはエロより恐怖の方が勝つと。検証結果、人によって違う。はい。エロ動画、心霊スポット巡り、人気があれば、あるかどうか知らんけど、ないな。やりたいと思います。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いしまーす。ブレブレ、ブレブレ。